一番最初にリネタンとなんかリネタンがゴリラになって話すっていう結構初回からやばい回になったのを懐かしい懐かしいね私あの個人企画の方になるんですけど一人で冬の中釣りをしたのが一番やってたねそうですなんか釣り具買ったってそうなんですよプロとかのじゃなくて、うん、ファミリーで使うようなやつなんですけど、うん、釣りのお店に行って揃えてきました、うん、すごいもうすごい今村さんどうですか私はサヤいなかったんですけど4人でスポーツで対決したゲームのものとかあとソラハちゃんと一緒にスプラトゥーンやらせてもらって私も普段からスプラトゥーンしてたのですごく楽しかったです、うん私は初の外ロケが大好きな天下一品さんだったのが印象的で、うん、もうすごいなんかもう幸せでした、うん、それが印象的ですね残ってますはいありますね、はい、まあこうやって1年近くやってきてチャンネル登録者数がね徐々に伸びてますよね、はいはいはい、あ伸びてるあよかったとはいえ再生数ないみたいな、ねうん、なんかちょっと YouTube ってやっぱ難しいんだなっていうことで、ねうん、我々スタッフと痛感してる中だったんですけれども、うん、その中ですねマネージャーさんから大事なお知らせがありますと怖い怖い大事なお知らせってやばいやばいよな、はい、大事な話があるっていうことで連絡がありましていろいろと会議本日お話をですね皆さんにお伝えするんですけれどもまあどうせ伝えるならまあ今日たまたま5人揃えるってことだった、うんまあ、初回の撮影を行ったこの思い出の場所でお伝えしたいなと思って、うん、皆さんにここに集まってもらったはい、うん、はい、うん、なんだ怖いよとはいえね、まあ、あんまりここまで引き伸ばすとね、僕の心が辛くなる何何何何待って嫌だ嫌だ嫌だってなんで怖っ怖っ嫌だ嫌だ嫌だ大丈夫ですか心の準備がそんなねなんか、そんな嫌だ、ね、も結構頑張ってね、頑張ってきたけどいっぱい遊び使いて頑張ってきたのになんか全部なんかさっきから全部なんか喜んでねなんか嬉しくて喜んでねだって真面目ですよ私は大丈夫ですかそれそうですねはい聞かないと聞きましょう聞きましょう発表いたします皆さんが一生懸命取り組んでくれたおかげで1年間続きましたけれどもスキーラボですね実はコラボ案件が来ました。やばい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 
すごく深刻そうな雰囲気を出してたじゃん。はいはいはい。深刻コラボってこと？なんか感情が追いつかないよみたいなリアクションを期待してたんですよ。上の切り替えを変えた。もう想像とね違いがいるけどね。逆に早いメンバーじゃない。僕らは今深刻な話をしていく中で実際本当に終わると思ってた。というわけでじゃあコラボ案件やばい、マジすごっ。コラボ改めてじゃあ説明させてもらいます、ね、はい。現在スカイフロンティアというゲームを開発してるんですけれども、そちらのゲームとのコラボをやりませんかというオファーがこの STU ラボに届きました。へーすごい、すごい。どうですかゲーム大好きの今村さん。嬉しいですね、しかも向こうの方からってことですか。そうです、すごいよ、1年の功績だ。じゃあどんなコラボ内容なのか何をするのか、はい、知りたいと思います。この方に説明していただきます。この方お願いします。どの方ですか。そこから待って、さあ先ほどまでちょっとカメラマンの役をやってみましたけれども、はい、ではここで宇津美さん、問題です。何？今早いな。失礼のないようにね。はい、そうですよね。ね、では宇津美さん問題です。普通に、はい。この方は誰でしょう。難しい。頼むよリネタ。本当だよ。コラボ案件お願いしますよ。わかりました。どっちに振るかですよ。ボケるか、大きいボケるか、無難に、面白くなく、うん、それで頼むよ。うわー、むずい。面白くなく、ちょっと今ヒントを見つけてしまったんですよ。ヒント、ヒントどこに。だからちょっと書きますね。どこだろう。そうで今日全身真っ黒で来てくださった、書きました。よろしくね。よろしいですね。はい、大丈夫です。じゃあ、宇津美さん、この方は誰。はい、この方はこの方です。ババン、プロっぽい高級セレブ。ねえ、なんで。なんで。え、見て、サーヤの顔見てくれる。サーヤの顔見て、すっごいがっかりしてるんだよ。え、正解、ちゃんとした、そうですね、正解。あ、お願いします。お願いします。改めてご紹介いたします。このスカイフロンティアを開発しているゲーム会社の社長さんです。と思った。ね、そうだよ。そうだよ。そうだよ。すごい、すみませんでした。ありがとうございます。本当よ。というわけでじゃあゲームの内容の説明を改めてお願いいたします。お願いします。はい、こんにちは。すみません、皆さん騙してしまって。ありがとうございます。はい、ですね、スカイフロンティアというゲームなんですけれども、空を舞台に戦うアクション RPG になっていて、雲海であったりとか空に浮かぶ浮島というのがこう広がったすごく広い空の世界を舞台にしたゲームです。すごい。今映っているんですけど、空を飛ぶイメージというのがあって、でこれに乗って操縦をしてですね、で空に機械と融合した巨大な超巨大なモンスターがたくさんいてですね、でそれと戦って対峙していく、で結構アクション性の高いロールプレイングゲームとなってます。確かにみちさんが好きそうだね。面白そう。皆さん面白そうでしょ。はい、面白そう。今やってみたいです。肝心のコラボ内容どういったものなのか。確かに確かに。ね、あの STU48 号残念ながらなくなってしまったと聞きました。はい、でそれをゲーム内ですけれども復活させましょう。やばい。すごい。STU の話になると船なくなったよねっていう話ばっかりなんですよ。だから船復活できるのは本当にめちゃくちゃ嬉しいです。ただあくまでも皆さん、これオファーがあった段階です。当然断ることもできますか。言えるのは皆さんですか。なんで。いや、ここまでのうちらめちゃくちゃ嬉しくて盛り上がってる。確かに、皆さんに絵を描いていただく、デザインをしてもらう。それがそのまま使われるんですか。かどうかは皆さんの画力次第。デザインしてもらうんですよ。だけどその画力を最初の収録で僕ら知ってるんですよ。確かに。断っ
方がいいんじゃないかっていうのが僕らの意見です。そんなそんな何も言えねえじゃん。何も言えねえな。さっきのすごすぎる映像見た後に、ね、あの空気の中に私たちの絵が入る。異物すぎる。それでもやりたいっていうならやりましょうっていうことです。やりたいそれは、ね、素敵な機会です。じゃあ今回のオファー引き受けるってことで皆さんいいですね。はい、はい、じゃあ代表して今村さん、はい、力を合わせ頑張るぞみたいな意気込みをお願いいたします。それでは STU ラボ初案件みんなで頑張っていきましょう。はい、はい、おお。アピールをちょっとしていただきたいと思います。アンダをシャンシャン書いていただきたい。ドバスでした。ドバスで怖い。いや、なんで怖い。新しい黒い。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次の動画も見てねー。